加藤修士と申します。今現在はですね、人材教育の会社を、運営してるんですね。で、人材育成といっても、まあ、僕らの場合はそのリーダー育成とか、まあ、組織開発に特化した専門の会社を今やってて、トップアスリート、まあ、アスリートですよね、アスリートチームだったりとか、あと学校だったりとか、まあ、様々な団体様、組織に対してそのクラウドサービスとか研修サービスとかコンサルティングサービスを通して、まあ、組織開発をしているという会社を今は経営しています。この動画にて、僕が何者かってことをおそらく、ね、知らない方がいらっしゃると思うので、この動画では僕が何者なのか、今まで何をやってきたのかってことを、またこの動画では何やっていけるかってことを、お伝えしていきたいなというふうに思っています。今ね、創業3年目になっていくんですけど、おかげさまで、まあ、国内の、ね、超大手企業の、まあ、JR 東日本さんだったりとか、まあ、NTT さんだったりとかね、あとコカ・コーラさんから国内の大手企業から中小企業までですね、さまざまな方たちに今は企業様には提供させていただいてます。で、我々は独自のリーダー育成と組織開発を持っているので、この独自のコンテンツで、まあ、組織の中に、まあ、リードを作っていくってことに成功しているチームなので、まあ、それを基づいて企業様だけじゃなくて、あとは学校関係ですよね。そういう学校様にも実際のアスリート向けのトレーニング、まあ、リーダー育成とチームビルディングっていうのも提供させていただいてますね。結構幅広いかもしれません。はい。まあ、ここまでね、いろいろ、つらつらとお話しした、させていただいたんですけど、おそらく僕はですね、何者か、この動画を見た方には分からない方がいらっしゃるんじゃないのかなと思っています。まあ、おそらく、知ってる方もいますし、知らない方も多いんじゃないかなと思うんで、少しですね、僕の簡単な経歴を皆さんにお伝えしたいと思っております。で、僕、小学校の時はですね、まあ、本当にそこら辺にいる、まあ、小学生だったんですね。どちらかというと、痩せ型で、背がチビで、まあ、非常に弱い子だったんじゃないのかなと思ってます。で、僕はですね、ちょっと他の子たちと違う環境で育ったのは、小学2年生の時に、僕は養護施設に入ってるんですね。それは、小学1年生の頃から、主卵の父親の虐待が激しくてですね、まあ、毎日帰るたんびに、まあ、父親に虐待をされるとか、まあ、父親が母親に虐待をするって、そんな、まあ、不遇な家庭環境だったんですね。それが原因で、まあ、精神病になってしまって、で、まあ、施設に預けられたと。まあ、要は、簡単に言うと、家庭から捨てられたってことですよね。それからたくさんいい子にしたんですけど、なかなかうちに連れて帰ってもらえなくて、で、僕あんまりも寂しくて、小学2年生の施設に入った3ヶ月後ぐらいに、施設を抜け出して、うちに帰ったんですね。でも、うちに帰ったんですけど、うちに入れなくて、結局玄関先の表からね、うちの中の状況を聞いとくわけですよ。で、本当は入りたいけど、うちに。でも入れない。これで言う悲しいっすよね、結構ね。で、中からは弟の声とか、お袋とか、親父の声が聞こえると、うちの中に入りたいなと思うんだけど、入っちゃいけないし、帰ってきちゃいけないし、僕は捨てられた子だと思ったら、そのまま、泣く泣く施設に帰るしかなくなっちゃうわけですよね。で、その時から、どうすればうちに帰れるかなっていうふうに思った時に、このままいい子にしててもうちに帰れないから、悪いことしようと思ったんですよね。っていうのは、たまたま施設で悪い子たちがいた時に、その悪い子の親がよく来てくれたんですよね。で、僕それ見て、あ、俺も悪いことすればおふくろが来てくれるかなと、もっと悪いことすればうちに帰れるかなっていうふうに、やっぱ子供って浅はかだから、やっぱそう思っちゃいますよね。で、それから自分の悪いことは何かって考えた時に、タバコだったんですよね。で、タバコを盗んでタバコを吸ったわけですよね。で、それから僕らの中でタバコを吸うってことがもう当たり前になってしまって、だから僕は小学2年生でもうくわえタバコして、まあ、ランドセル取って学校に通ってるわけですよね。そんな子供を見たら、当然ながら大人は、なんだあいつってなりますよね。で、それで、まあ、学校側に訴えられる、また施設側に訴えてきて、で、また怒られて親が来るっていう繰り返しだったんで、もっと悪いことすれば、うちに帰れるというふうに思ったんで、こっからタバコだったりとか、喧嘩だったりとか、で、喧嘩も何度覚えたかっていうと、もう小さい頃から親父にめちゃめちゃ殴られてるんですよ。殴られてるから、同じ同級生のパンチは効くかな、全然痛くないわけですよね。なんで、どちらかというと、喧嘩は強くなかったけど、根性があったんです、そういう意味ではね。だから、いっぱい喧嘩しました。とにかく喧嘩をして、タバコを吸って、自分の存在価値をもっと上げよう。また、親が来てくれるんじゃないかってことを勘違いして、たくさんやった時には、もうすでに、親が来てくれるっていうレベルではなくなって、今度は、悪い子たち、同じような子たちが自分の裏側にたくさんついていったっていう現状を僕は、まあ初めて知ったわけですよね。もともとはね、うちに帰りたくてやった悪いことですけど、気づいたらやっぱ仲間ができたんですよね。で、僕はその仲間ができたことが嬉しくて、あ、自分はリーダーとして
悪いことをやりたくなくてもしないとこの子たちを引っ張っていけないなっていうふうにその時はすごい勘違いしてたんですよね。そんな小学生期でした。僕中学1年生の時に、まあ、そんな、ね、小学生生活を送ってましたから、小学生の時めちゃめちゃ悪かったんで、タバコも14回もバレてるし、先生に思いっきり何度も殴られてるし、もうこれで自分は天下を取れるみたいな、そんな、本当にバカなガキだったんですよね。で、中学1年生からいろんな人が集まりますからね、ここで舐められちゃいけないってことで、まあ、最初からいろんな子に暴力を振るわけですよね。で、その結果自分の初恋の子で幼馴染の子に無視されちゃって、僕で、その子はきっかけでクラス全員から無視されたんですよね。要は仕方ですね。で、仕方どころじゃなくて、僕が来ないと自分の机がなくて、たまに学校行くと机の中に腐ったパンとか牛乳とかバナナとか入ってて、まあそんな、まあしょぼいね、いじめを受けるわけですよね。もうそのしょぼいいじめでも僕にはすごい答えたんだね。で、その犯人が誰だって見つけて、自分で暴力を振るえば振るうほど、どんどん自分の居場所がなくなっていく。周りにそれを探して誰でやったのってなればなるほど、周りから嫌われていく。で、結果的に分かったのが、自分の幼馴染で初恋の子がそれをやったって聞いた時には、まあ僕はそのショックだったね。それは、まあ親に捨てられた時ぐらいショックでしたよね。で、それから学校行くの嫌になっちゃって、ただ僕施設にいたんで学校行かないと怒られるんですよね。だから学校に行かなきゃいけない。でも学校に行くといじめられる。そんなのが嫌だったから、近くの公園で1年間、ほとんど売れた癖と、木にパンチしてました。で、2年生で、いじめた奴らを全員、まあ、締めようというふうに決めて、2年生、1年生で鍛えた体で、2年生の時に全員それやった主犯格を呼び出して、まあ、締めて、まあ、そこから自分の、まあ、転換したという、こんな感じでしょうかね。まあ、本当バカだったなって思いますけど。で、大体ね、学校の中でそういうふうにやってくると、この他校に興味持つわけですよね。で、この他校の悪いやつとかをとにかく、まあ、当時、怠慢っていうね、今そんな言葉使わないと思います。怠慢で、とにかく、悪い奴ら、喧嘩強い奴らとか、名のある奴らをとにかく、どこに行って、で、刺しやろうという形で、まあとにかく、タコを締め回って。で、それで、中学2年生の時に、もうやることがなくなってしまって、まあその上って考えた時にはね、まあ当然ながら、暴走族とかね、ヤクザって道があるわけですよね。なんで僕は暴走族に入って、中学2年生で、もう集会に出てます。中学3年生でもう先生の車を借りて、集会に出てますとかね。そんなね、悪ガキだったんですよ。まあそんなね、荒んだ日々を暮らしてましたね。まあ怖かったでしょうね。うん、まあただそれだけだったんですよ。怖かった、うん。自分が新しい道を生きるのは怖かったんですよね。そこまで中途半端なことやってきちゃったんで、じゃあ社会で俺が何ができるんだとか、社会に出て、真面目にやるなんてできるかどうかなんてことは分からなかったから怖かったですよね。その世界を抜けるのも怖かったし、抜けたらどうなるかってことも分かったし、じゃあ抜けたことによって自分が何ができるんだろうと見つからなかったし、本当に何がしていいか分からなかったし、何もなかったから怖かったでしょうね、うん、だからずっとその世界に依存し続けたっていうのはあるかもしれません。まあまあ、変わってほしいですよね。うん。結果的に人を傷つけて自分を傷つけてもいい意味ないですから。うん。でもそれを早く分かってほしいなと思います。まあ俺はそんなことね、皆さんに言えた義理じゃないと思うんですよね。言えた義理じゃないと思うけど、でももし経験者として言ってもいいっていう許可があるんだったら、早くやる、抜けろって言いたい。新しい人生を生きる方がよっぽど価値があると思ってますよ。うん。だからそういう人たちに、新しい道を生きる選択を与えたいって自分は思ってます。もともとはまあ単純ですよね。自分のところに来る子たちがそういう子たちだったから、この子たちをなんとか変えてあげたいって思ったしね。だって来る子たちだって変わりたいと思ってるわけですよね。変わりたいと思ってるけど、なかなか人とうまく融合できなかったりとか、なかなか社会に自分になれなかったりとか、人の役に立てない、その結果自分の承認がされなくて自分の存在価値を感じないって子が多かったから、じゃあどうすれば彼らが人の役に立って仲間から承認されるかってことを仕事を通して僕がやったわけですよね。でそれが最初の始まりだったんですよ。だからまずはお客様から、あいついいよね、あいついいよね、あいついいよねって言われる子にまずなってほしいと思ったから、
だから非行少年っていうか、自分に寄ってくる子たちは非行少年だったり親がいない子だったから、そっから始めた。でその結果だんだんうまくいき始めて、その噂を多くの人が聞き始めて、うちに預けたい、うちに預けたいって子がいろんな人から親から連絡がもらったっていうのは最初のもともとの始まりですね。だから非行少年構成って最初からね、あの別にね、あ、偽善者ぶってよし非行少年構成やってやろうなんてやっぱ思わないですよ普通は。そんな風にね思ってね、できるもんではないですよね。やっぱ自分がその経験者だったってことと、彼らがどんな痛み悲しみを持ってるかってことを僕はよく分かってるわけだよね。だからこそ彼らは変えたいと思ってるけど、どうして変わっていくかは分からない。でも彼らの変われないことに対してちゃんと寄り添える人じゃないと彼らに言葉が届かないんですよね。でもその言葉が届いた瞬間に彼らは変わる可能性を十分持ってる。ただ変わるって言ってもなかなか変わりきりませんよ。やっぱそれでも人を裏切っちゃうし、現場のものを盗んできちゃうしさ。だからうちのドバとか行ったらスコップとかめちゃめちゃあるんですよ。どうしてこのスコップって言ったら盗んできましたとかねお前さ、これ盗んじゃダメだろお客さんのみたいなさ。だからお客さんのところに行ったらとにかく道具盗んできちゃうから、それ返し、黙って返すの大変でしたよ。そんなことばっかやってましたね、うん、でそのね、その中から僕自身がもっと自分を変えなきゃいけない、で彼らのためにも変わんなきゃいけないってことで僕の学びが始まるわけです、ここからね。まあ僕が変わったあのきっかけっていうのは、まあ自分のメンターと出会ったからでしょうね、うん、まあ実際にメンターと出会ったっていうよりも、まあ誰か特定のメンターと出会ったっていうよりも、いろんな人を通して考え方を知った、うん、でその時に初めて自分の中で分かったのが、あ、自分は彼らを変えたいとか彼らを良くしたいと思うのって、これって俺はっきり思ったんですけど、これって愛なんだなと思って自分の中で。たまたまその自分のメンターが愛深き人だったので、その話を聞いた時に自分にかぶったんですよね。あ、俺もその気持ちがあんだな、人を愛そうとか人を愛したいって気持ちがあんだなってことを初めてここで若干知ったってことがありますよね、うん、ちょっと宗教っぽくなっちゃうんですけどね。まあ愛ってのはそういう意味では宗教の愛っていう意味ではなくてね、なんかそっから変わったんですよね。最初は自分が変わるために学ぼうと思ったんですけど、なんかそうじゃなかったんですよ。僕は人を良くしたいんだな、仲間を良くしたいんだなってとこが、やっぱね、ちっちゃい頃せいぜい育ってるからなんですよね。これ仲間のぬくもりを誰よりも体験しちゃってるから、俺家族よりも仲間なんですよね。その仲間のために少しでもなりたいって思った時に、仲間のために学ぼう、仲間にこれ教えよう、仲間を少しでも良くするために何が自分ができるんだなって思った時に、そっからいろんな瞑想とか人材教育のスキルとかいろんなものを学び始めるわけですよ。はい、で僕はすごい吸収率高かったですよね。やっぱり吸収率が高かった理由っていうのは、自分のために学んでなかったからっていうのは一個あるんじゃないかなと思いますね。もう瞑想はもうメッカです。だからインド行ったりとかカナダ行ったりとかそっちで学びましたね、はい、で僕がやった瞑想っていうのはやっぱり日本でも学びましたけど、その元々は日本で学んだんですよね。で日本で学んで瞑想を知ったんですよ、ちょっとね、そのアイルベーダの関係から、はい、で僕のたまたまあの知り合いのドクターがアイルベーダの治療法を、取り入れたいと、でそこで瞑想を学びに行きたいんだけど怪しいからついてきてくれって言って一緒に行ったのがもともと始まりだったんですよね。でそこで瞑想ってのを初めて知って、でそこから、海外の先生たちと、直接連絡取り合って、で海外に行って学ぶようになっていくわけですね。でその時にその海外の先生も自分に、まあ、お世辞だったかもしれませんけど、お前はその才能があると、お前はすごい多くの悲しみを背負った人間で、お前は人を導ける可能性があるってその先生に言っていただいて、ああそうなんかなって分かりませんけど、そうやって言っていただけるんだったら、まあそういう力があるんじゃないかな、だから海外で勉強した方がいいってこと言われて、それは海外で勉強し始めるわけですよね。すげえ金使いましたけどね。まあ投資だから2500万とか3000万近くです。まあ、僕は自分加藤修士として、まあ、ベストセラー作家、まあ、大したもんじゃないですけど、まあ、本書いたりとか講演活動したり、まあ、個人的な企業研修だったり、あとはコーチングですよね、個人的な契約を結ばれた人がたくさん多かったから、まあ、経済としてはある程度やってたんですよね。でもいろんな活動やっていく中で分かったのが、自分はもともと人に貢献したいって気持ちがすごい強いんですよね。とにかく人を良くしたい、本当に多くの人は少しでも良くなれるって知ってるんですよ。もうそれは何で良くなれるかっていうと、やっぱ教育なんですよね。だから
教育によって人っていくらでも変われるってことを僕はまじまじ見てきた人間なので、まあ教育ってもさまざまなジャンルがあるわけですよね。でもリーダー教育もそうだし、組織の開発もそう、これも同じ教育ですよね。数学も英語も教育です。僕が言ってる教育っていうのは社会で生きていくための教育です。お金を稼ぐ教育、カスタマーサクセスやお客様の成功を作る教育が教育なんですよね。で、僕はこういう教育の可能性を誰よりも分かってるから、この教育をいつか本当に展開したいと、本当に教育を通して世の中の不幸な人たちを少しでも救ってあげたいと思うわけですよね。そう思いませんか？だって小さい頃の教育って変えられませんもん。これだって親がバカだったら子もその教育を受けちゃうから変わらないわけですよね。俺もそうでした。小さい頃ちゃんと親からの教育を受けてれば、もしかしたら自分は、ね、ちゃんとした大人になれたかもしれないけど、その結果自分はなれなかったわけですよね。ってことは子供たちの教育っていうのは親に全部委ねちゃうわけだし、学校の先生に委ねちゃうわけだから、この頃に囚われた価値観とか思い込みが出来上がっちゃうわけですね。で、このまま大人になってうまくいけってそれ無理に決まってる話であって、でもその大人になった時に自分の足で地に足をついて、ちゃんと自分の手で自分の頭でお客様の成功を作れるような人材を作ってあげたいと思った時に、僕は絶対に必要な教育があるっていうのを自分の中で分かったんですよ。で、それを作りたいってずっと思ったんです。思ったんだけど、なかなか自分は勇気がなくてそれは作れなかったんです。だからフリーで動いて、フリーで多くの人に教育を提供したんですね。で、この数が10万人ぐらいなんですよ。で、この10万人の人をやっていく中で分かったのが、あ、やっぱ僕の提唱してるのは間違いないっていうふうに思ったんですよ。そうですね。やっぱり今やってる事業は国内の事業で、一旦我々は B2B 事業を今やってますから国内で終わるだと思ってます。なんでやっぱり日本の事業と世界的に転換していくと若干違うと思うんですよね。で、今は国内の事業としては我々はマイクロリーダーっていう独自のリーダー育成と独自のマイクロチームっていう独自のコンテンツを持ってるんですよね。で、これをとにかく多くの B2B の企業に届けようと思ってます。で、それは今ジョブ型って言われてますけど、ジョブ型なんですよ。確かに会社はね、でもジョブ型だけどタスク型でもあるし、タスク型だけどメンバーシップ型でもあると思うんですよね。で、多くの組織っていうのはそれが分かってないですよね。例えば何かの一個の学問で組織を良くしようってなるわけないですよ。そもそもリーダーを育成しない限り絶対に組織はね、変わらないですよね。で、リーダー育成が大事。それは経営者ってリーダーだけじゃなくて中間層のリーダーです。我々はこのミドル層の人材教育を言うのがめちゃ得意なチームなので、まずは国内にこの我々の持ってるコンテンツでとにかく多くの企業様に成功を提供しよう、多くの企業様がカスタマーサクセスを提供できる組織になってほしいと思ってるんで、まあ、そのための事業展開を今はマーベラスでしていこうかなと思ってます。ただこれは国内ですよ。国際になった時にはもっとさらにビジネス展開が必要なんで、それは今一個考えてます。それはこれからかなと思ってるんで、マーベラスの事業としてはとにかく我々は日本の中でトップのリーダー育成と組織開発のプロチームですから、これを本当の意味での真のトップチームに我々は上っていこうかなって今は思ってますね。ちょっと真面目に答えやすいんですか？大丈夫です。ありがとうございます。いやー、このチャンネルではいろいろ発信していきたいなと思ってますよね。例えば、じゃあそうだな、まあ僕が答えられるのは人の問題ですから、例えばその人個人の問題だったりとか組織の問題だったりとか、人がどうすれば変われるかとか、どうすれば人が人生うまくいくのかとか、そういうところだと思うんですよね。僕10万人ぐらいも人を見てきてるから本当に様々な人なんですよね。多分おそらくこんなちょっと言い方悪いですけど底辺の子たちからそれこそトップの上場企業まで見てきた人って多分ね、そういないと思うんですよ。関わってきた人いたとしてもそこに実際にトレーニングをしたなんていう人はほとんどいないと思うんですよね。まあ、そういう意味ではかなり知見を持ってるので、その知見の中から皆さんに何か人生の豊かになるヒントだったりとかきっかけとか、皆さん変わっていくっていうそのね、でかいこと言うつもりはないですけど、何この YouTube の中で皆さん気軽に、あ、こうすればよかったんだね、こうすればこうやって良くなれるんだよっていう生きた情報をただこちらから伝えるだけじゃなくて、皆さんが実際に行動できるような僕は情報をお伝えしたいなっていうふうに思ってますね。はい、まあ、もっと言えば行動できるようにそういうなんか仕組み化していきたいなっていうふうに思ってますけどね。皆さんね、長いこと本当にね、見ていただいてありがとうございます。皆さんのね、知ってる加藤修士と、また皆さんが知らなかった加藤修士が、まあ、この動画を通して、少しでも伝わればと思ってます。で、僕は他の YouTuber の方々のように何か面白いことができるわけではないんですけど、
こうしてね、僕自身が不遇な家庭の中から、少しでも人生を変えた一人だと僕は思っています。またそういう人をたくさん見てきて、そういう人の人生まで僕は向き合ってきた人間だと思うので、この YouTube を通して皆さんと向き合っていきたいなというふうに思ってます。少しでも皆さんが僕の番組を通して人生を少しでも変えていくきっかけ、ヒントが皆さんに伝わればいいなと思ってますので、今後皆さんの要望に少しでもお答えしていきたいなと思ってますし、他の YouTuber じゃできないことを僕もやっていきたいなっていうふうに思ってますので、ぜひともこれからもね YouTube の中でよろしくお願いいたします。